ロハーチャチンコと佐野千秋です。今日は私が先日いきなり出てきたガングリオンっていう症状についてお話ししていきたいと思います。ガングリオンってみんな知ってます？私知らなくて、NHK のランスマクラブの収録の後、夜10時半ぐらいかな、10時半ぐらいに駅に向かってる時に、なんか膝に違和感あるな、なんか普通に歩いてて、この伸ばす時、この時にすごい膝の下になんかものすごい違和感、なんだろう、なんかしっかり関節がはまってないから、なんて言うんだろうな、なんかすごい違和感があったのね。で、電車が座れて、電車に乗って、膝曲げて座ってると何にも感じないの。痛くもないし、違和感もないし、あ、何だったんだろうなぁと思って、電車乗って、携帯とかいじってて、で、あ、駅だ、立ち上がる、うわ、めっちゃ違和感みたいな。でも痛くはない。で、改札出て、普通にズボンをまくり上げ、自分の膝を見てみたら、ここに画像を出そうかな、こんな感じで、左の膝の下らへんがぷくってできてるの。でも痛くないの。痛くないし、柔らかくない、なんか軟骨ぐらいになってて、で曲げてると血管をプニプニ触ってる感覚、なんかこういうちょっと出てる血管を触ってるような柔らかさがあって、何ですかこれはみたいな。でこの収録が終わった次の日にランスマのロケがあって、走らなきゃいけないロケなんですよ。これ、この違和感で走れなくないってなんかすごい焦っちゃって、もうすぐ金さんに LINE した。膝が変ですって LINE して、でいつも行ってるザ・コンディショニングルームっていう15号箱にある整体のところがあるんですけど、整体師さんにも膝がなんか違和感がすごいんですけど、これは何ですかって信頼してる2人にうんって送って、で家でもう足がね伸ばせないの。もう歩くのもマジでほんとビッコ引いてるみたいな感じで歩いて、やばいどうしようみたいな、私これから練習積んでいきたいのにって思う、なんかもう怪我なのかな、怪我だと思っちゃって、もう走れる状況じゃないと思っちゃって、ものすごい焦った自分がいました。で LINE が返ってきて、ガングリオンじゃないかって言われて、なんだそれはみたいな。でなんか Google 先生に聞いてみたら、なんか関節、よく手首とかにできるらしいんだけど、こういう関節が多いところ、関節を包む関節包っていうものがあって、それが膨らんじゃうのが、膨らんでボコって出ちゃうのがガングリオンって言うんだけど、それがなんで膨らむのかとかは Google 先生も関口先生も金さんもわからない状態だったの。でも悪じゃないってすごい言われたのね。悪じゃない、でも違和感がある、そして見た目的にボコってしてる、悪じゃねみたいな。これ完全に怪我じゃねみたいな感じだったんだけど、その膝の、私は今タイツ履いてるから見せらんないんだけどね、膝のこっちの方が見やすいかな、膝のお皿の横、外側の下がすごい痛くて、で2人から LINE が返ってくる前にマッサージガンで、もう長径 の接続部分っていうの、接続部分だったから、長径をものすごいマッサージガンでやったのね。そしたらなんかちょっと良くなったっていうか、なんかちょっとその出っ張り、違和感が少しちっちゃくなった感じがして、あ、これ長径使っちゃったからかなとか思ってたら、疲労がたまるとガングリオンになりやすいみたいなのが言われて、ここが痛かったらこのさすれって言われて、ガングリオンのあるところからこうやって付け根にかけてグーってこうやってさすれば良くなると思うみたいな、絶対に治るとは言えないけど明日走るならこれをやった方がいいって整体の先生に言われて、めちゃめちゃやったのね。やって、で夜寝る時はやっぱまだ伸ばすと違和感があって、うわ明日の収録どうしようとか思ってたんだけど、金さんに湿布とかを貼って寝なさいって言われたから、サロンパスを貼って、で整体の先生に流しなさいというか流しながら寝ました。そしたら朝起きたら
全然ないの。違和感もなくて、ガングリオン本当にもう見た目で分かってるぐらいポコってしてたのがないのなくなってたの。まあ、整体の先生になくなった、違和感がなくなったって言ったら、ちゃんとこれを流したからよかったんだねみたいな言われて、でロケも普通にメニューをこなせて、あれガングリオンって何なんすかってなるじゃんガングリオンはまた再発もすぐするかもしれない、でもまたその対処法、同じ対処法で同じ場所にできるならすぐ治るみたいな。でこれで痛みとかしびれが出てきたら悪になっちゃうけど、千秋みたいに違和感だけだったら大丈夫って言われて、なんかものすごい安心したまあ、Google 先生に聞くとなんか手術ってすぐ出てくるから、あばばばばばってなるんだけど、まあ、この動画を見てくれた人で、本当私みたいになんかポコってして違和感あるガングリオンかもって思ったら、手首だったらもうここからこうやって流して、足、膝だったら本当もう私と一緒でこっから付け根まで流したりするとガングリオンが良くなるので、ぜひやってみてください、ね、これガングリオンになっちゃったお友達とか、もし自分がガングリオンになっちゃったらこういう対処法をしてみてはいかがでしょうかっていう動画でした。昨日私がねすごい焦ってて YouTube とか撮る余裕もなかったので、事後報告になっちゃいますが、まあ、ガングリオンだったと思うその膝に違和感があった時、走れないかもって思った時に、なんか仕事的にもやばいんだけど、明日のメニューやりたいんだけどっていう気持ちの方が強かったのね。で私結構インターバルとかはやるんだけど、長い距離が好きじゃなくて、長い距離でもないんだけど、自分の中では長いのね長い距離をやりたいなって思う自分の心の成長が実感できたなっていう報告も一緒にしときます今日はこんなガングリオンになりました、そして治りましたの動画を最後まで見ていただきありがとうございました、チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。グッバイ。